性別関係ないから、うち。むゆの女になりたいなと思った瞬間から、むゆの女になれます。え、発足先生じゃない？むゆくんじゃありませんか。良き調子でジムを巡っているそうですね。え、待って！なんや？もしかして噂の。へえ、自分強さえぐいらしいやん。あ、それほどでも。余裕は、自分謙虚やな。え、京都？これ京都？どっち？京都？関西どっち？彼女の名はチリ。無理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 女ま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 絶対男の子だと思った。女ま彼女ま待って待って待って無理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 え無理無理無理全然ちょっと待って一回ちょっと立っていい。マジマジか座るわ。今田先生は毎度、チリちゃんやで。美人さんやけど、怖がらんといてな。自分で言うんだ。少しふざけた女性ですが、小生と同じく四天王なんですよ。強いんだ。いや、ふざけてへんけど。それにしても、自分パッと見た感じ、なかなかおもろそうやんな。我らアカデミーの優秀な生徒でありますからね。そりゃそうや。ジム巡るんは半分超えてからがきついね。確かに波のトレーナーは大半がこの辺り脱落します。でも自分は違うやろ。チャンピオンテストで待っとるさかい。残りのジムもせいぜい決まりや。運を祈っておりますよ。面白い女。ポケモン。やばいな。え、ゲームフリークさんってムイのこと好き？もしかしてなんですけど。もしかしてなんですけど、あの、ゲームフリークさんってムイのこと好き？いや、全然全然、落ちてるとかじゃない。全然、効果はずくの。全然ですけどね。やめてよ、2倍じゃないから。全然2倍じゃないし。全然もう、なんかもうなんかなんだろう、マイナス2倍ぐらい。うん、マイナス。うん。全然。来たん。いや、ジムだから、ハイダイさんとジムだから、今から。ちょっとやめて、ほんと。女の名前ですの。もう全然セリフ読めないんだけど、無理なんだけど、マジで。もうハイダイさん、どんな声でやったか覚えてないんだけど、いや、全然無理。おおポポジローくんじゃありませんか。出た。良き調子でジムを巡っているそうですね。まあまあ。関西弁やん。なんや、もしかして噂の。へえ、自分強さエグいらしいやん。へえ、自分強さエグいらしいやん。はい。あはは、自分大物やな。彼女、女の人？彼女の名前はチリ。毎度、チリちゃんやで。うわ、めっちゃ好きや！ラブだ。ラブ。好き。
ファンサして、好き。っていう、手振ってる今全力で。ラブ。好き。その手袋、25万ぐらいで売ってくれますか。ああ。美人さんやけど怖がらんといてな。いやうわぁ少しふざけた女性ですが、小生と同じく四天王なんですよ。かっこよ。いや、ふざけてへんけど。それにしても、自分パッと見た感じなかなか面白そうやんな。面白い女ってこと？我らがアカデミー、あ、ちょっと待って、チリさんに釣られて普通のやつ読めなのだ。我らがアカデミーの優秀な生徒でありますからね。ちょっともうさ、最悪読めへんくなった。我らがアカデミーの優秀な生徒でありますからね。よし。なはは、そらそうや。ジム巡るんは半分超えてからがきっついねん。確かに波のトレーナーは大半がこの辺りで脱落し、だ、くそ。確かに波のトレーナーは大半がこの辺りで脱落します。でも自分は違うやろ。うわチャンピオンテストで待っとる境、残りのジムもせいぜい決まりや。ブーンを挑んでおりますよ。一回釣られたら、一回釣られたらあかんのよ。はあ。いや、チリさんやばいな。これあれかもしれんな。今回のスカバイにおける再生壁キャラかもしれんな。